かなえです。今日は避けている方も多いであろう技法 DPS ダイアゴナルパームシフトの解説動画となります。間違いなく簡単な技法ではないですが、パームに関する技法というのは習得することができればあなたができるマジックの幅というのを大きく広げることができるので、この動画を機に少しずつ練習していっていただければと思います。中にはこの動画で初めて DPS という言葉を聞いた方もいらっしゃると思うので、まずはどんなことができる技法なのかを見ていただきましょう。はい、今見ていただいた通り DPS とはカードをデッキに戻す動きの中でカードを隠し持つパームするというシークレットムーブになります。様々な用途で使える反面、なかなか習得に時間がかかってしまうというのも事実なんですが、そこは僕もできる限りの力で分かりやすく解説していくつもりなので、定期的にこの動画を見返して練習できるように今のうちに高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにこの動画の流れを先に簡単に説明しておくと、一番最初に DPS の基本的な仕組みを解説した後にボトムへの付け加えの動作を説明します。最後に諸々のポイントを解説していくという流れですね。特に後半の方は僕なりの工夫が詰まっているので楽しみにしていただけたらなと思います。忙しい方は下の再生バーを見ていただけたら分かる通り内容で区切られているので、好きな部分だけつまみ食いしても全然 OK ですからね。さて準備できたでしょうか。それでは解説スタートです。まずは DPS の基本的な仕組みを解説していきます。わかりやすくステップで区切るとカードを入れ込む作業がステップ1。ここからこのカードを引いてくるまでがステップ2。そして回転させるのがステップ3でパームを行うステップ4。この全4ステップを順に見ていきましょう。まずはステップ1ですね。コントロールしたいカードをデッキの中央あたりに挟み、だいたい1センチ程度が突き出た状態まで差し込んであげます。ここからさらに押し込むわけですが、ただまっすぐに押し込むのではなく、左下方向に力を加えてあげることによって、こんな感じでカードが斜めになってサイドから突き出た状態になってくれます。この取っかかりを作ることができたら、ステップ1のカードを入れ込む作業はクリアですね。ちなみにこのような突き出た部分が数ミリしかない、より深くまでカードを差し込んだ状態で行う DPS は少し動きが変わってくるので、こちらに関しては動画後半で詳しくお伝えしますね。さて、続いてこの取っかかりを利用してさらにカードを手前に引き込んできます。実際にやってみるとこんな感じですね。中に入れたカードの大体半分くらいが突き出た状態にすることができました。これがステップ2でやるべきことになります。この段階でよくある失敗がどこかにカードが引っかかって動かなくなってしまうパターンですね。これには2つの原因が考えられます。1つ目は右手の親指に引っかかってこれ以上手前に引けなくなってしまっているパターン。これはあらかじめ親指をコーナーギリギリに置いておくということも重要なのですが、それでも引っかかってしまうことが多いです。
何が問題なのかというと、カードの進むべき方向の延長線上に親指があるから干渉してしまっているわけなので、カードの角度を少しつけて進むべきラインをずらしてあげると親指に引っかかることなくカードを引いてくることができます。カードが引っかかる2つ目の原因は左手の薬指と小指が邪魔をしているパターンです。カードが斜めに抜けていく都合上、デックの右下に指があるとそれが邪魔をしてカードを引いてくることができません。なので単純に薬指と小指を開いておけばいいわけですが、そうするためには上の手でデックをホールドしておくことがすごく重要です。カードを差し込んだ時点で右手だけでデックを持つことができるようになっていれば、どこにも引っかかることなくカードを引いてくることができるはずです。さてここからステップ3、引いてきたカードをパームしやすい角度まで回転させてあげましょう。この時使うのは左手の小指と右手の親指です。小指でカードに力を加えると右手の親指が回転軸となってカードを回転させることができるはずです。この要領で手のひらと平行になるような角度まで回転させたらステップ3は完了となります。ここまで来たらあとはパームするだけですね。小指を元の位置に戻し、カードを完全にデックから引き抜いて手のひらに収めることができたらパームの完了です。いわゆるクラシックパームと呼ばれる隠し方ですね。親指のお肉と小指の腹でカードを保持しています。カードを入れ込む、カードを引き込んで回転させる、カードを隠し持つ、これが基本的な動きとなります。実際のスピードで行うとこのような感じで隠し持つことになります。観客の方にはただ中に入れているだけのように見せて隠し持つ、あとはポケットから出すなり汎用性の高い技法になっています。さて続いてはダイアゴナルパームシフトを用いたボトムコントロールについて解説していきます。特定のカードを中に差し込む動きの中でボトムに付け加えるわけですね。基本的な動きは先ほど解説した通りなんですが、僕なりの工夫点もあるので詳しく見ていきましょう。まずはカードを入れ込んで引き込み回転させる、ここまでは全く同じで OK です。ここからの動きに注目してほしいのですが、はい、こんな感じでボトムに付け加えています。もう一度行うとこんな感じですね。先ほどとは異なり途中にパームの動作が入っていないことに気づいていただけたでしょうか。完全にカードをパームしてしまった場合、単純にやるべき動作が一つ増えるだけでなく、付け加える際にかなり不自然な角度まで持っていく必要があります。まあつまり何が言いたいかというと、パームする必要ないし、回転に使用した小指を戻す必要すらありません。カードを回転させたこの手の形、この状態から人差し指を下に回して先ほど回転軸となっていた親指に再度当てます。すると小指をそのままにしておいたので、またここでカードの角度を調整できるようになるわけですね。これでデックと平行まで戻して付け加えてあげれば、手の角度をほとんど変えることなくボトムコントロールを行うことができます。ゆっくり見てみるとこのようにしてカードを付け加えます。次に実際のスピードに近づけて行いますが、左手の角度に注目してみてください。かなりミニマムな上下運動のみでボトムコントロールを完了させることができていると思います。 DPS の強みはカードを中に入れて揃えるだけの動きでコントロールを完了させるシークレットさにあると思うので、ぜひこの動画をご視聴の皆さんも無駄な部分を削ぎ落とすことにこだわっていただきたいと思います。さてここからはより細かいポイントの補足を行います。重要度はさほど高くありませんが、 DPS の拡張性を高めるプラグインのようなイメージで認識していただければと思います。内容としては次の4点ですね。1、深く差し込む DPS、 2、最短ルートの DPS、 3、複数枚での DPS を説明して、最後に DPS を行う際の角度について解説していこうと思います。たくさんあるように見えますが、ベースは先ほどまでの解説通りなので、それぞれ簡潔に説明していこうと思います。まずは深く差し込む DPS、 具体的にはカードの白縁の半分くらいまでを差し込みたい場合の話ですが、ここまで深く差し込む際は通常の DPS だと本当にカードが入ってしまって事故ります。というのも最初に突き出ている幅というのはそのままサイドに突き出る幅でもあるので、極端にアウトジョグを小さくしてしまうと指に引っかかりきらずに入り込んでいってしまうわけです。逆に小さいアウトジョグだろうがサイドジョグに移行した際に大きくなっていればいいわけですね。それを可能にするのが親指での入れ込みです。通常の右手の入れ込みではどんなに左方向の力を意識したとしてもこれくらいの幅が原因ですが、最初から可動域の広い親指で入れ込むことによって最大限のサイドジョグを作ることができます。これさえできてしまえばあとは普通の DPS と同じ状況と言えるわけです。上に手は添えてあげるものの、実際には親指で入れ込んでいくことによってより小さなアウトジョグでも DPS ができるよねっていう考え方です。じゃあいつ使うかって言ったら使わないんですけどね。ぶっちゃけ1センチくらい出てた方が不思議に見えると思いますが、まあ、ここにはね男のロマンがあるので、皆さんもぜひ自分の限界にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。続いて最短ルートの DPS です。
ズバリ DPS にもショートカットがあるよっていう話ですね。どのステップで差が生まれるかですが、通常であればここからさらに手前にカードを引いてパームする場面、この距離をカードを曲げることによって引き抜いてくるというルートですね。こうすることによって本来カードを引いていた分だけ移動距離と時間を縮められることになります。ただこれもいいことばかりかと言われるとそういうわけでもないんです。矢倉でも早囲いができますが、カウンター食らうリスクってありますよね。何でも早ければいいというものではありません。ショートカットする DPS の場合、カードを曲げながら引き抜いてくる分、どうしてもこんな感じの音が鳴ってしまいます。これはしっかりと引き抜いてからパームすればならなかったはずの音ですね。この音と速さはトレードオフの関係になっているので、周りの騒音やマジックのスタイルに合わせて使い分けられるのがベストだと思います。続いて3つ目のポイント、複数枚での DPS のやり方です。まず一番押さえておきたいポイントは、4枚の差し込む位置をなるべく近づけること。横から見た時に一番上のカードと一番下のカードの距離が近ければ近いほど、いつも通りの DPS の感覚に近くなります。これがこんな感じで広いと、間のカードが邪魔になって4枚だけを綺麗に扱うのが難しくなってしまうわけですね。動き自体大きくは変わりませんが、ボトムにコントロールしたい場合、先ほどのショートカットは使いにくくなります。カードを曲げるのに力がいりますし、無理やり圧力をかけると間のカードまで一緒に抜けてくる可能性があります。カードを完全に引き抜いたら、そのままカードを曲げることなくボトムに付け加えるのが一番スムーズに行える方法になってくると思います。最後にお伝えしたいポイントは、 DPS を行う際の角度になります。DPS でフラッシュするポイントは大きく2点。カードを引いてくる際のサイドジョグと、引き抜いた後のカードですね。これを一番綺麗にカバーできるのが、正面でデックを立て、デックの上端が相手に向くような角度だと思います。デックを地面と水平に持ってしまうと、サイドジョグがフラッシュしやすくなるので、親指自体でカバーできるようにデックを立ててあげます。そして引いたカードがフラッシュしないように、相手の目線にデックの上端を向けてあげるわけですね。参考までに、いろいろな角度からの DPS をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。僕もマジック始めたての頃はパームに関する技法を下げていたので、なんかとっつきにくいなという気持ちはめちゃめちゃわかりますね。まあとはいえね、パームすることができるだけで演じられるマジックっていうのは本当に幅が広がるので、しかもですよ、その中で選ばれたカードを中に戻す動きだけでパームできる DPS というのは、間違いなく覚えておいて損のない技法なので、ぜひ実践で使えるレベルまで練習していただけたらなと思います。日本語合ってますかね。ちなみに動画の冒頭で演じたボトムディールは過去の動画で紹介していますし、スマートフォンからの出現に関しては近いうちにこのトリック専用の動画を作成する予定です。この動画自体を時間が経ってから見てくださっている場合は、僕が忘れていなければ上にカードが表示されているはずなので、こちらもご視聴いただければと思います。今回は DPS という一つの技法に絞って解説してきましたが、普段は日用品でできるマジックやセルフワーキングでできるマジックまで幅広く紹介しています。僕もできる限り視聴者さんが見たいと思う内容の動画作成をしていきたいと思っているので、知りたい内容がある方は遠慮なくコメント欄でリクエストしてくださいね。リクエストがなければ僕の動画の今回の感想だけでも書いていただけるとすごく嬉しいです。今後もこのチャンネルでは、あなたがやってみたいと思うマジックを僕のできる限りの力で分かりやすく解説していくので、今後発信される有益な情報を見逃さないよう、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いしますね。